巨人、秋広優斗、くったくたです。キャンプ初日、2時間ワット振りっぱなし。阿部監督がくったくたになるまでやると語っていた通り、初日から守備では一塁と外野をこなし、打撃練習では連続ティーなどの過酷なメニューを含め2時間ほぼ振りっぱなしだった。1日目から体をいじめ抜き、振る量も守備で取る量も全部増えているのでしんどいです。6日からは侍ジャパンの合宿がスタート。自分のためと思って短い間しかいられないのでしっかりやりたいと覚悟を口にした。これにネットの反応は、2時間走りっぱなしも必要ですよ。他球団だったら普通にレギュラー選手の成績でしょう。秋広もシーズン終盤は相手からかなり研究されて、持ち味の長打力を生かしきれなかった。バットコントロールのうまさはあるので、詰まったり泳いだりしながらもヒットにできるバッターなので、技術とパワーをもっと伸ばしてほしい。特にインコースの速球系のボールを確実に捉えることが課題だと思う。まだまだ発展途上の選手、理想に向かって突き進んでほしい。